11月13日土曜日、西丸の内にある中央保健センターで文化講演会はてな発見塾が開かれました。はてな発見塾は身近にある疑問を取り上げ、三重大学の講師と市民が課題を共有することを目的に開かれています。この日は魚の目とイカの目の話、魚が見ているカラフルな世界、イカが見ているモノクロの世界と題した講座が開かれました。講師は三重大学大学院生物資源学研究科准教授の宮崎妙子さんが務めました。宮崎さんは人と魚の目の組織や視力などの違い、魚の生態に合った目の構造、生息域ごとに異なる魚の色の理由などを説明しました。また景色がモノクロに見えているイカとカラフルに見えている魚の目の違いを取り上げ、同じ目でも生き物によって組織や構造、機能が異なることを話していました。はてな発見塾魚の目とイカの目の話の模様はプラ雑で令和4年1月1日から31日まで放送します。ぜひご覧ください。